はい、皆様こんばんは、竹尾でございますね。とりあえずですね、ニューイヤー2020お疲れ様でしたね。皆様成績の方はいかがだったでしょうかね。僕はですね、動画で流しました通り、岡山は準々決勝まで、愛媛は二次予選までという風な感じになりました。まあね、一次予選敗退というのが今年まだないので、非常にいいスタートが切れたんじゃないでしょうか。ね。またね、スプリング以降もね、しっかりコースを見て、どんな感じで攻略していくのかっていうのをね、しっかりやっていきたいと思います。ね。というわけでございまして、本日は、スプリング2020のコースの方をね、ちょっと予習してみようかなと思います。もうね、今週の日曜日から、熊本大会スプリングが始まるということでね、もう、ニューイヤーが終わっても1週間後にスプリングが始まるというね、非常にキュッてね、なったスケジュールになってます。はい。ではですね、早速ですが、コースの方、見ていきましょう。ではですね、コースの方が、こちらです。ね。ミニオン WD グランプリックス2020スプリング。コース名が、ステップ JCT サーキット2020。約211メーターの長さということですね。まずですね、スタートしまして、いきなりですね、これ、グローリーブリッジかな？はい、グローリーブリッジ。これ見ました？皆さん。タミヤさんのツイッターで動画がね、流れてたんですけど、この走行動画ね。もう、なんかね、イメージ的に、こんな、こんな感じのマシンの動きをするんで、かなりの精神性能が、いるんじゃないかなと思っております。ね。まあ、スロープ登り、V ウェーブ、アイアー下りと書いておりますが、まあ、こんな感じで、ね、スタートします。これ、下手しいね。用意ドンで、2秒で散るとかいうのもね、ざらにあるかもしれないんで、ね、皆さん要注意です。で、コーナー曲がりまして、JCT ターンですね。まあ、これ普通のコーナーでしょう。で、レーンチェンジ。ね。公式でこの形のレーンチェンジって相当久しぶりですよね。僕、記憶がある限り、藤山チェンジャーが似たようなレーンチェンジだったぐらいで、このね、普通のこんな感じのレーンチェンジって、久しぶりじゃないかな。ね、これも、どうなるかわかりません。スラストには気をつけましょう。ね。で、コーナー曲がりまして、曲がって、45度のグライドバンク。まあ、バンクはね、多分3レーンのね、20度をかわしておくと、問題なく、スッと抜けると思うんで、この辺はいいかな。はい。で、グライドバンクを越えた先にスロープの上り。まあ、下りからスロープ上りなんで、どうすかね、あまりやりすぎると、ね、このスロープの先っぽで飛んじゃう可能性もあるんですけどもね、スプリングポップって書いてますけどね、ここで飛ぶ可能性もありますけども。そこまで速度を出さなければ、めちゃめちゃ難関にはならないと思いますが、スロープはね、毎回、ね、毎大会ね、難所になりがちなんで、要注意です。はい。で、スプリングポップを越えて、スロープ下り。スロープ下りもね、気にすることに越したことないと思います。今年のね、ニューイヤーでもスロープ下りで結構跳ねて飛んじゃってるマシンも結構いましたので、その辺をね、しっかり対策していけばいいかなと思います。まあ、備えあれば憂いなしということでね、しっかり対策しましょう。ね。で、アクセルターンでコーナーで持ってきてゴールということでございます。まあ、パッと見た感じね。このコースはですね、不歴でしょ。僕はね、もう、このレイアウトを見た瞬間、MS 不歴で行こうと決めました。ね。何よりね、このグローリーブリッジ。これね、これですからね、この飛距離のね、着地をちゃんと止めようと思うと、やっぱり MS なのかなと思います。まあ、AR フレキとかね、いろんなシャーシのフレキできると思うんですけど、まあ、ちょっとなかなか調整が難しいので、僕は UMS フレキでいこうかなと、もう心に決めております。ね。まあ、おそらく、MS で使ってくる方が非常に多いんではないかなと予想しております。まあ、一番の難関がね、この、グローリーブリッジかなと思いきや、まあ、ストレートからの侵入なんで、そこまで左右にぶれないんかなとか、ちょっと考えたりします。まあ、やっぱりスロープの上りか、あとはこのレーンチェンジが未知数というところですかね。まあ、
3大コースアウトポイント、スロープ上り、レーンチェンジ、で、グローリーブリッジ、で、予備軍でスロープ下りって感じですかね。はい。まあ、どちらにしてもね、基本的には精神をしっかりするっていうところが対策になるんかなと思います。あとはスピードを出しすぎてスロープ上りで飛ばないようにとか、そういうとこかな。うん。というふうな感じでございます。ね。まあ、僕が参加するのはおそらく岡山大会からかなと、思っておりますので、それまでにね、しっかりマシンを作って、スプリングカップにね、臨みたいと思います。ね。おそらく僕よりね、早く参加する方は非常に多いと思いますんで、ぜひともね、コメントの方でどうでした、こうでした、っていうのをね、いただけたら僕が非常に助かります。ね。というわけで今回はですね、スプリングカップ2020年、ステップ JCT サーキット2020のね、予習をしていきました。今回は以上でございます。また次回お楽しみに。